X-25X-25AX-25 はアメリカ空軍が開発していた航空機脱出用機材。1960年代後半に研究がなされたが実用化には至らなかった。1960年代、ベトナム戦争を行っていたアメリカ軍においては、撃破され脱出した航空機搭乗員の救出法について検討を進めていた。 パラシュートによる脱出では、着地点に選択の余地が少なく、その後の救出に困難をきたすこともあった。そのため、ある程度自力移動ができる超小型機でもって、航空機より脱出し、着地点選択の余地を大きくすることにより、その後の救出活動を容易にすることが考えられた。この計画は最良効果機と命名され、 1967年から X-25 計画として指導した。X-25 は民間機弁ンソン B-8M オートジャイロを原型としており、原型に近く推進エンジン付きの X-25A、無動力の民間機弁ンソン B-8 ジャイロ、滑空機を原型とした X-25B が製造された。 各型とも一機が製造されており、初飛行は1968年6月5日。機体はアルミ合金製の骨組みで構成されており、解放された剥き出しの座席となっている。機体後部に垂直尾翼、長部に主回転翼があり、X-25A では機体中央部に推進式プロペラを有していた。なお、X-25B についても、後に、 パイロット訓練用にモーターグライダーに準じた、主回転翼を、オートローテーションするためのより軽量なフォルクスワーゲン、4ストローク式水平対向、オフ、強制空冷エンジンが装備された。X-25 の飛行試験は行われたものの、操縦には、回転翼機の飛行訓練が必要となることや、機材も含めた、航空機からの脱出方法など、 実用性に疑問が生じたことにより、航空機搭載や射出座席との組み合わせなどの実用試験は行われず、1968年中に試験は中止された。ありがとうございます。